はい。それでは、三国志新選、シーズン1ですね。前回が確かプロローグだったと思うんですけど、さて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 、集合場所を間違えた、これ名前ですね、僕。聞きました。もうなんか名前決まってたんですよね。これでログイン、これで作ってくださいみたいな感じで。で、なんと、公表いたします。私の名前は今回、夜行長ではなく、クリランでございます。クリラン。なんでクリランなんだろうみたいなね。はい。はい。それで、状況は、さまよって清涼からスタートをいたしまして、ってな感じで。もともとは、清涼の、確か、この辺だったかな？この辺。確かこの辺。いや、こっちだったかな？この辺にいたんですよ。初めはね、確かこの辺だったんですよ。そして、間違って、ここか、ここにたどり着いて、現在は、今、ここにいると。っていうような状況ですね。そしてやっとたどり着きました。5日目にして。ですね、昨晩の12時ぐらいかな。で、今朝方から徐々にこう拡大をして、やっと今勢力が991。で、なおかつ武将の方を見る、あ、武将じゃないやな。待ってくださいね。もう今、疲労困憊中。ほら。ああ、やっと。あ、51まで回復した。あ、装備つけられるじゃないですか。何つけ、知力か意味ねえな。ってな感じで。で、昨晩、移動し終わってすぐ、なんとですね、我がチームに、今回初の星5、ガチャ出ました。その名も、アモじゃねえや、リョモはい。もう、シーズン2、シーズン3で一回も会ったことがないリョモが、なんと今回、初っ端出てくれました。で、やっぱいろいろね、でもやっぱこう、出てくれたんで、調べてたんですよ、いろいろ。でね、やっぱね、これ、で、継承、ね、まあ継承はもうちょっと早いかな、と。ただ、これの陣容組み合わせでいくと、やっぱり五軍の家系中心なんですよね。ただ、これはね、いけそうなんですよ。両毛、利点、大須港っていうの。まあね、序盤戦どういう展開になるのかわかんないんですけど、ちょっとね、両毛はまだ今のところ、継承するしない関係なく、まあまあ、ちょっと育てていこうかなという感じで、今現在私の部長は18名。こんな感じ。で、先方はもうずーっと貯めてます。これね、両毛使ってもいいんだけどね、先方。ただね、ちょっとねっていうところがあるんで、今はまだ控えめにしてるところ、感じかな。さあ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 。
もう体力もね、限界に近いんですよね。それなりに。もう少しずつ。ああ、やっぱもう疲労か。こっちは？ 52。52であれば。我が全力をもって。てな感じでですね、今、コツ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 今、やっております。で、今、5日目なるのかな？今回作って。だから、まるまる5日間はもう、全く損した状態で、再起、成長の君主の再起の最高だ。これやったんですよ。そしたらもう全部ゼロから。なので、君主レベルも1からのスタートになります。で、やっと今ここまで上げてきて、任務のここまで。あ、任務じゃねえや。ごめんなさい。入場して、今4まで上げてきてると。こっから先がね、やっぱりね、なかなかね、資源が上がらないんですよ。なくて。で、当然多分皆さんも使ってらっしゃると思うんですけど、精霊書。もうこれもね、ほぼほぼ使い果たしてるって感じです。さあ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 。どういう展開になるのかっていうところで。まあ、プロローグにね、続いて、のんびりやってますが、クリラン。ちょっと行きましょう。2回だから。あ、なるほどね。とりあえずは。心配か。回復系か。ですよね、多分。回復系。で、今回半額なんで、多分ね、来てほしいなぁ。まあ、こうでしょうね。はい。って感じで。はい。さあ、シーズン1やり直しをやり直しっていうかね。まあ、今までの経験と知識をもとに、いろいろやってはおりますが、出だしつまずいてるからな。まあ、これぐらい。ちょっと連続応用で200回。ああ、先方。3。貯めとこう。とりあえず貯めとこう。まあ、前途多難のスタートではございますが、まだまだ、やっと今勢力も1000に伸びたぐらいですね。ってな感じで、どういう展開になるのか、楽しみでございます。前回今シーズン2、シーズン2、3に行ってる、別の方では、シーズン1お見せしてませんけど、何もわからずシーズン1クリアやって終わったって感じなんで、今回のシーズン1に関しては、多少はね、皆さんのコメントをいただいたりとかして、知識を持ってやってますんで、まあ、どういう展開になるかは、今後のお楽しみっていうことで、とりあえず、ガチャ半額をね、有効に使いながら、
あと、先方、常に、変えていく。っていうのをね、まあちょっと肝に銘じて、やっていきたいと思っております。さあ、どうなるんでしょうね。ちなみになんですけども、もう座標でお分かりになるんですね。お分かりになるかと思うんで。今、私がいるのはこちらでございます。こちらでございます。はい。てな感じで、今後とも応援の方をまたよろしくお願いいたします。まあ前回も言いましたけども、掛け持ちでやってますんで、ね、まあどういう展開になるかわかりませんが、できる限り全力でいきたいと思っております。では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 、失礼いたします。本日もお越しいただきありがとうございました。またよかったらぜひ、いただけたらと思いますし、応援の方よろしくお願いいたします。あとチャンネル登録の方もぜひぜひよろしくお願いいたします。それでは、失礼いたします。